あ、そしてスティールから細川。今浅山選手がですね、早い。さらに森山とエチェニケという5人で来ています。ライス、ドライブしてですよね。ライス選手のこういったところ非常にうまいですね。ドリブルをしながら、このハーパーの復帰とそしてパフォーマンスが上がってきてから京都は、そして今ハーパー手に当たって京都ボールにしました。そして細川のスリーポイント、ね、ここは京都ペースになりそうな。そして細川、左45度決めてきました。これで14点目ですね。ああ、初田ハーパーオープンになってしまいましたね。広島の、あ、そしてここですよね、出てしまいました。こういった球際ですね。そしてノールックのパスからパスが回っていって、最後は三田が決めました。1人でもありました相田。ここはゲームコントロールをしています。1番の相田、サイモン入ってきています。ネパウェに対してのこのシュート決まっています。力強いですね。ポイントガードでは寺島に次いで長い11分21秒のプレータイムがあるんですが、ディフェンスに課題があると言われていますが、今はいい守備をしました。そしてザビーター、どんな問題というダイスのこのプレーでした。チェニケに入ったサイモンついていますが、弾き飛ばしながらブロックショット。いや、サイモン選手その前にですね、チェニケ選手のポジション争いのところで、まず戦ったんですね。あれが良かったですね。細川今度は中距離沈めてきます。19点目。理由は分かっていないんですが、ロスターから外れました。外国籍は2人。あ、そしてここもです、ね、オーバーになってしまいました。チェニケが倒れてまだ戻れていない。アウトナンバーになっています。そう、細川狙いすましてスリーポイント。これで6本。あ、そしてスティール、また寺島の位置バスケット。3本目ですね。あ、そしてブロック、サイモンでしょうか、森山です。あ、そしてスティール、ライス、ライスの、そしてキックアウトパスからライス、狙いすましてのスリーポイント。再び空いた、空いたはスリーポイントも打てます。あ、そしてロングスリーを選択してきました。本当にうまいですよね。ドリブルか、谷口フェイント台ですが、あ、長吉のブロックショット。柳川は先ほどのゴールはホーム初得点となりました。仕掛けてダイス、パス、長吉のスリーポイント、長吉沈めていきます。分かっています。マーフィーには水田がついていますが、うまいですね。あ、そしてサイモンのブロック。あ、細川選手ディフェンスもいいですね。そしてスティール、細川のイージーバスケット。京都のチェニケとサイモンの2人です。共にウェイトがあります。入れさせない。そしてスリーポイント、左45度決めています。ここパスカットしに来ましたが、中距離のシュート、ライス、ライス決めてきました。ちょっと黒ギリギリ決まりませんでした。細川、あ、ここで、あ、こういうところですよね。ミスだ。素晴らしい。京都で長らくプレーしていて精神的支柱の宇都宮が入ってきています。ここもスチール成功。ルーズボールですね。あ、そして、ただここは激しくディフェンスをしましたが、宇都宮スリーポイントシュートもありますが、満を持して打ちました。あ、しっかりと極めて決めましたね。ミスター、ここもディフェンス入れません。選手が先ほどからいいディフェンスをしてるんですよね。右45度ショットクロックギリギリで宇都宮が決めてきました。いや、素晴らしいですね。宇都宮選手にダイスとマーフィースクリーンに引っかかった。そしてサイモン、いや、非常にうまいですね。ライス選手もドリブルをしながらですね、前の状況をチームのセンターはそうなんですね。チェニケ選手もサイモン選手も横幅もありますので、なかなかこう回り込むの大変ですね。そうですね、引っかかってしまいます。そしてスリーポイント、ハーパーが決めます。この人高確率で決めてくる印象があります。スリーポイントです。あ、これが合わない。ここに広島は戻っていきたいですね。そして細川がダイブ、転がりながら決めてきました。ここ戻っていきたいですね。広島走っています。ライス、ノールックのパス、長吉体を当てながら中央にパス折り返してサイモンが決めます。そうですね、タイムアウトですね。
まあ、これが続くとですね、足が助かりました岡本、そしてあなあーぶよ捨てるナイスダンク、ライスです狙って、ライスもスティールが多いプレイヤー気をつけたい、あ、そして奪われました、ね、フェイクを入れたんですけどもね、その上を行きましたね、ライス選手、そしてまたライスがファールを狙っています、決めます、ここはインサイドトーク、京都は4クォーターは空いたです、ポイントガード4人のポイントガードがいるんですが、長吉に対してファールか、いやサイモン選手こういったところっていうのは本当にうまいですよね、絶妙な位置にいますね、